はい、こんにちは、吉原です。6月12日土曜日、飯能の根の権現と竹寺に行ってきました。根の権現は、最後の 300m、最大斜度 28% あるって、マジかよって感じだよね。普通のロードバイクだと俺の場合は絶対無理、きっぱり無理です。まあこんな時のためにってことでね、スペシャライズドの E バイクで出かけました。大正解。でもね、 E バイクでもね、まあ、60半ばのじいさんがね、 E バイクでもきつかったですよ。マジきつい。スペシャライズドの E バイクはダウンチューブにバッテリーが入ってるでしょ。だからね、外見から E バイクに見えないんですよ。だから澄ました顔で登り切ったぜって言おうかな。さーて、ここからが根の権現の入り口です。ここからが最大斜度が 28% の最後の 300m なんだけど、ほんときついわ。で、ここからはノンストップで動画をお届けします。
ちは。竹寺に向かいます。竹寺もね、結構坂きつかったんですよ。この道、登ってきた道なんだけど、こんな急だったんだね。もうびっくりしますね。でも下りは怖いです。ブレーキかけっぱなし。ここが竹寺の入り口です。